二卵性でも女の子二人ってことあるのね。ええ、そうなんです。姉妹を一度に妊娠しているって言えば分かりやすいかもしれませんね。私たちが生まれる前よくこんな会話があったらしい。今の時代双子はそんなに珍しくない。双子を出産する確率は約 1% と言われていて、約100人に1人のママが双子を出産しているらしい。自然妊娠で双子のケースは 0.6% 程度って言われてるらしいけど、二卵性ソーセージとして生まれてきた私たちは似ていなかった。でもあることをきっかけに私たちは一見見分けがつかないほどそっくりになるの。ねえ、次は包茎しない？いいね、来週末一緒にクリニックに相談しに行こうか。そう、整形によってね。ヒロヒロ探偵団。ヒロミ、今日も学校サボっちゃおうか。うん、いいよ。私たちは二卵性ソーセージ。見た目がそっくりなのは一卵性ソーセージなんだけど、同性で双子だと見た目はそっくりなものだと思われがちだ。でも私たちは似ていなかった。本当に姉妹が同時に生まれたという感じ。ヒロミちゃんとナルミちゃんって双子だったの？名字同じだし名前似てるなって思ったら双子だったんだ。ナルミとは双子だから保育園も小学校も同じだった。隣のクラスだけどね。成長するにつれて私たちが双子だということを知らない人もたくさんいた。そして高校はお互いに別々の場所に行ったけど、どうして二人とも学校に行きたがらないの？学校に行くのは何よりも大事なことなのよ。だって行きたくないんだもん。これは似ているとかそういうことじゃない、単なる偶然だった。私たちは高校でそれぞれいじめにあっていた。だからよく一緒に家を出ては学校をサボって二人で遊びに行っていた。ここの川いいね。ね、水も風も気持ちいいし誰もいないしね。この日私たちは川辺に来ていた。いい天気だったし、日の光を存分に浴びれば元気になれそうな気がしたから、足だけ川に浸かっていると鳴海がぽつりとつぶやいた。こういう時に一卵性だったらよかったなって思わない？まあそうだね、入れ替わることができれば傷つくこともないかも。だったらさ、そっくりになっちゃえばいいじゃん。どうやって？私たちもうすぐ18歳じゃん。整形してさ、似せればいいんだよ。そっか、そうだよね。なるみの提案はあまりにも突拍子のないものだった。だけどきっとその案によって私たちは救われる、そう思ったんだ。見て、同じ唇だよ。本当だ、すごいそっくり。あの先生にお願いしてよかったね。うん。そして思った通り、いじめられていた私たちは心の平穏を手に入れた。まるで一卵性ソーセージのようにそっくりの唇を見ていると心が癒されていくのだ。私たちは一緒になろうと思えばなれるんだね。うん、自分に向けられた傷つく言葉も、双子の私たちは二人で一つだから痛みを半分にできる。入れ替わることが今はできないけどさ、双子なんだって実感できれば怖くないね。今唇をバカにされてもヒロミと同じなんだって思うと、自分に向けられた言葉だって思わずにいられそう。わかる、私も今までみたいに悲しい気持ちにならないかも。同じ唇を手に入れた私たちは自分たちが双子であることをはっきりと認識できた。そして初めてお互いに痛みを分け合うことができたと思ったんだ。ねえ、次はどこ整形しようか？次は胸かな。いいね、二人でボリュームアップしちゃおう。だから私は再び整形を提案したんだ。もっと一緒になって痛みを分け合いたい。私たちは双子だから大丈夫、一人じゃない、そう常に感じていたかったから。一卵性ってどんな気分なんだろうって思ってたけど、思ってた以上に楽しいね。幼少期は何かと苦労しそうだけどね。一卵性は一卵性ならではの苦労があるのだろう。個人を認めてほしいのにいつもセットにされる、そんな悩みをよく SNS で見る。だけど私たちは偽物だから楽しかった。学校を卒業した後にもいじめによって負った傷は消えなかった。でも整形を繰り返して髪型や髪色を一緒にした私たちが新しい傷を負うことはなかった。見て、あの人絶対整形だよ、胸が不自然だもん。整形するなんてよっぽど自信がないのね。この言葉は私だけに向けられたものじゃない。なるみと半分こにできる、だから傷つかなくたっていい。誰に何を言われたって私たちは痛みを半分にできた。まあ気持ちの問題だよね、結局。でも私たちがその気持ちの問題をどうにかするには整形しか手段がなかったんだ。だからお金を稼ぐために使っている SNS で炎上しても、テレビ番組で司会の人にどう言われても、それを見た人に何を言われても私たちの考えは変わらない。そして最初から最後まで心を救うためにという理由も一貫して変わらない。どんなに間違っていると言われても、これが私たち双子の道なのだ。ヒロミ、一緒に寝てもいい？どうしたの急に、嫌な夢でも見た？初めて卵を投げつけられた日の夢を見ちゃって。そっか、辛かったね。一緒に寝よう。私たちは今25歳、大人になってもこうして子供のようにお互いに甘えることがある。でもそれは二人で整形してお互いがお互いの心を癒せる存在だって認識しているから、いつになったらいじめの傷が癒えるのかはわからない。そして本当にうり二つになったとしても整形をやめることができないんじゃないかってうすうす感じ始めている。未来のことはわからない、でも少なくとも
今こうしてお互いの存在、そして整形が心の救いになっている今が幸せなら、それでいいんじゃないかと思っている。次はどこを整形しようかな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。